満が強い飛躍。良いのか、うん、良いのか、うん、そう、うん、良いのか。ここは俺がアマラを調べていて見つけた忘れられた神殿。ここの中枢には膨大な量の魔月碑が溜まっている。ところがどこからか流れ着いた3つの異邦の神が居座っていて、誰も魔月碑を自由にできない。そこでだ、お前もしこの男を助けたいってんなら三神を倒してこい。それができたら俺たちがいる中枢へ入れてやる。せいぜい頑張るんだ。
呆れたやつだ。本当に倒しやがった。こんな男のためにそんな危険なことをやるかね。まあいいか、その調子で次も頼むね。Thank you.
回目も倒したのか。やっぱ強えな、お前。友達でよかったよ。俺も敵だったら命がねえんだろうな。さあ、最後の一体だ。気合を入れて頑張ってくれよ。
本当に全部倒しやがった。自分には何の得にもなりやしねえのに。お前、そんな利用されるばっかりでいいのか。まあ、仕方ない。約束だからな、中枢へ入れてやるよ。外へ出てみな。教えてやるよ。世界の真実と結びの正しさをな。さあ入ってきな。休んでいいからさ。まったくだ、マガツヒがムズがよくてやってられねえや。こんな馬鹿げた仕事はさっさと終わらせて一服したいね。まあお前らは人に使われていくらだからな。少し苦しいかもしれないけど、しっかり頼むぜ。ご苦労だったね。おかげで助かったよ。お前のおかげで維新たちの持っていた長継ぎを手に入れることができた。これだけあれば結びの断りを開ける。儀式の準備さ。結びの断りを開くためのね。見なよ、あいつが核になって長継ぎを集めてるだろ。あれを使って断りを開くのさ。正直に言うよ、こんなうまいやり方を思いついたのは俺じゃない、あいつなんだよ。もっとも奴が考えてたのは自分は魔が月を集める側で、あそこにはな、俺たち二人のうちどちらかをかけるつもりだったのさ。俺は手法を考えてみただけだ。実際にそうしたかはわからんよ。お前はやったさ。こんな世界だ、人の命なんかに大して意味はない。これはあんたの言葉だろ。何を言っても言い訳にしか聞こえんのだろ。好きにするがいいさ。手に入れるもののため捨てるものもたくさんある。俺もそうしてきたしな。お前が思う道を行けよ。だがお前は多くの代償を払うことになる。それを忘れるなよ。言われなくても好きにするよ。ここを支配しているのは俺なんだからな。
見てな。これが偉大なアマラの支配者。この俺に逆らう奴の末路さ。それじゃあ、さよならだ。好きなだけ休んでくれ。まあ、せいぜい頑張るんだな。上出来だね。これだけ曲がつ日があれば心配ないだろう。経絡の向こうの奥底、無限のアマラから俺の守護がやってくる。そこにいるのは、時間の流れからも外れ、名前すら失った存在。そう、そいつは絶対の孤独を支配する神なんだよ。でも、名前がないままじゃ具合が悪いな。そうだな。漂流する神。ノアとでも名付けておくか。出ておいで、ノア。新しい幸せの世界がね。